こんにちは、けままです。先日娘が1回目のコロナワクチン接種をいたしました。マレーシアでは今年の2月の3日より5歳から11歳までのワクチン接種が開始しています。今日は子どものワクチン接種について感想などをお話ししたいと思います。私のチャンネルではマレーシア生活について情報を発信しておりますので、よろしかったらチャンネル登録お願いします。まずマレーシアのワクチンなんですが、5歳から11歳向けのワクチンはファイザー社のものです。5歳から11歳向けはワクチンのボトルにオレンジ色のラベルがついているそうです。接種量は 0.2ml でした。一番心配だった副反応ですが、接種して3日目に軽い頭痛がありました。注射箇所は少し痛みがあったようですが、腫れや炎症は全くなかったです。その他は特に変わりなく、とても元気に過ごしていました。動画の最後に娘の感想がありますので、よろしかったら最後までご覧ください。マレーシアでのワクチン接種申請方法と会場での流れですが、ほぼ大人と同じです。申請方法はマイセザタラというマレーシアの携帯アプリで申請します。こちらの携帯アプリはコロナ感染者の追跡やワクチン証明等が全てが一つにまとまったアプリになっています。アプリのシステムが改良されたのか、今回は会場や時間、ワクチンの種類が選べました。ただワクチンは子ども向けはファイザーだけだったので、クリックはファイザー子ども用っていうものをクリックして選択しました。接種会場について、私と娘が行った接種会場ではたくさんの子どもたちと親御さん、付き添いの方がいらっしゃってました。大人の時と違って、壁や天井に風船などデコレーションがされるなど工夫がされていました。手続きから接種までの一連の流れは大人と一緒で、同意書のサイン、情報入力、医師の問診、接種様子を見てからアプリを確認してリリースという形になりました。子どもと付き添いの大人1名のみが会場に入ることができました。かなり厳しくコントロールされていました。同意書に関してはほぼ大人と同じ内容ではありますが、子ども用という記載があります。メディカルヒストリーは大人と同じ質問内容でしたが、ワクチン接種同意書部分が保護者の名前が書けるように変更になってました。次の2回目の接種は1回目の接種の後の2ヶ月後ということです。接種会場での医師との問診についてお話ししたいと思います。医師からのアドバイスは3点ありました。子供がワクチンを接種して1週間は安静に過ごす、ジョギング、スイミングなどのスポーツ、激しい運動は控えてくださいとのことでした。1週間以内に体育の授業がある場合は体育の授業を欠席させてくださいというアドバイスもありました。2点目はよく体を休めてたくさん水分を取る、栄養バランスの取れた食事を食べさせてくださいとのことです。万が一熱が出た場合はマレーシアの解熱剤、鎮痛剤でもあるパナドルのシロップタイプを飲ませてくださいということでした。その他は薬の副反応のヒストリーやアレルギーの有無の確認がありました。今回子供にワクチン接種をさせましたが、ワクチンを接種したからといって 100% コロナに感染しないとは思ってはいません。なので引き続き手洗い、うがい、マスクの着用を徹底して
消毒殺菌をして衛生環境を維持したいと思っています。コロナ前のような学生生活を送るのは難しいかもしれませんが、学校って協調性やマナー、他人を思いやる気持ち、心が育ってくれればと思っています。またたくさんの経験、体験を学校でさせてあげたいと思っています。以上が5歳から11歳までのワクチン接種に関する感想をお伝えしました。皆様どうぞ安全にお過ごしください。この動画が参考になった方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。 Twitter、Instagram もしてますのでフォローお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。子どもの感想を聞きたいと思います。接種どうだった？痛かった。偉かったね、うん、今はどう痛い？今も痛い。どこが痛い？ここ痛い。でちょっと見せて、どうやって腫れてはないですね、うん、痛かったね。偉かったね、うん、アイスクリーム食べたもんね、ご褒美にアイスクリームを買いました熱もね、熱もね、ないよね。しんどくない？頭痛くない？うん、以上です